鳥取研究所です。今日はですね、鳥取市の教職員の方々の働き方について語ってみたいと思います。鳥取市の教職員の方はですね、朝7時出勤、夜は6時から7時まで働く、要は12時間勤務ですね。なんでこんな勤務なんだっていうのはですね、もちろん夕方からは部活が始まりますし、朝はまあ登下校があるわけでございますね。朝早い時は交代制らしいんですけれども、それにしたってなかなか民間では聞いたことないような勤務体系ですよね。一度その子供とかのクレームがあったりとかすると、その日もう夜9時10時ぐらいまで保護者と対応しないといけない。教職員はですね、奴隷労働的なことをしているわけでございます。あまりにもしんどい仕事なので、まともな人がですね、いつかないわけですね。理想に燃えて頑張ってらっしゃる方もすごい多いんですけれども、やっぱり子供の声がもう布団に入ってもまだ聞こえてくるような気がするというようなところまで働いている方も多いというふうに聞きます。鳥取市がですね、こんなものをやったみたいです。体験的学習活動休業制度としては建前としてこうです。家庭及び地域における体験的な学習活動などを行うための学校休業です。コロナ禍で大きく制限を受けた子どもたちの体験活動などの機会を作るとともに、家庭や地域での触れ合いが一層深まる機会となることを狙ってますということで、なんか例えばこういう感じ、ゴールデンウィークの中日とかにですね、休みみたいな、そうでないような感じの体験学習なんちゃらを入れるみたいです。これ何かというと、助成金をもらってですね、講師の人がですね、子どもたちとカヌーをやってみたり、そういうのをやるみたいですね。これ何のために儲けるんだって、最初さっぱりわからなかったんですけど、要は教職員が休めないので、こういう時に休みを設けた、そういう制度みたいでございますね。ただ教職員の方の休みを増やすのはいいんですけれども、この休み自体はですね、教職員って実は多いんですよ。夏休み、春休み、冬休み、これ休みの問題じゃないんですよ。授業がある時の過酷な労働が問題なんですね。なのでやるべきことは一つで、まず1、子ども同士のトラブルを教職員に求めない。ポーランドとかはですね、学校で子ども同士が喧嘩したりとかすると警察に言うそうです。暴行罪として取り締まると。ポーランドとかでは、ね、暴行罪で書類送検される子どもとかがいるみたいですね。言ってみれば大人の暴力装置を使ってですね、子どもにしつけをしていく、そんな子どものしたことなのにっていうお話なんですけれども、もちろん警察の方もですね、子どものやったことなので段階を追ってきちんと処罰をしてくれるそうなので、これは非常にいいことだと思いますね。司法の力はやっぱりですね、学校は積極的に活用しないといけない。学校のトラブルを学校の外に持ち出さないっていう日本的な謎の美徳みたいなのもう早くやめるべきだと私は思いますね。はい、2番目なんですけれども、部活動のアウトソーシング化。部活は学校ごとにやるものだっていう謎の勢力がいるんですね。うちの学校の野球部は伝統があってみたいな、伝統のはいいんですけれども、お父さんお母さんじゃなくてじじいパパのレベルに行きますとですね、その当時のですね、野球部ってね、まあ子供が多かったからですね、まあ、それがですね、もう今少子化でございまして、学校ごとの野球部とかやるとですね、5人6人とかそういうレベルにまでこう落ちちゃうんですね。中学校とか高校は校区が広いのでまだマシなんですけれども、まあ小学校とかもう悲惨ですね。部活動はここら辺はやっぱり地域の部活をですね、アウトソーシングする、そういうところにですね、金をかけるべきだと思いますね。学校の教員に部活動をさせない。某中学校の柔道部はですね、学校の先生に顧問をお願いしたんですね。ところがその顧問の先生、柔道をやったことがなくて、どういうふうに子供に柔道を教えるかというとですね、一緒に YouTube を見て子供に教えるらしいんですよ。これある意味効率的ではありますけれども、ちょっとこれじゃ強い生徒育たないですよね。柔道っていうのは4分動くんですけれども、4分動けるだけの体力があればいいんですよ。そんなね、走り込みとかいらないんですね。なのになんかこうとりあえず走っとけみたいな、なんか先生が多かったりとかして、知識不足なんですね。それはそうですよね。体育の先生でもない限り体の運動機能の知識なんてないわけでございますよ。なのでちょっとものが分かってる先生、顧問の先生の部活動はですね、もう取り合いになったりとかしているわけでございますよ。なのでちゃんとここら辺はもう文部科学省とか地域の自治体が金を使ってですね、地域の
スポーツサークルに部活動をアウトソーシング、アウトソーシングって外部委託する、いうことが大事なんじゃないかなと思います。これはするとですね、部活動に関わらなくていいので学校の先生早く帰れるんじゃないですかね。3番目なんですけど、学校を友達作るところにしないことですね。なんてこと言うんだっていう話かもしれないんですけれども、学校っていうのはですね、義務教育でございますので、勉強を教えてもらう場なんですよね。目的は勉強なわけですよ。そしてですね、心身ともに健やかな子供を育てるための体育、まあここら辺までぐらいであって、友達100人できるかなをですね、学校でやるとですね、トラブルわけでございますね。昔はですね、子供同士で遊んでたっていうけれどもですね、年上のお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでたんですね。子供っていうのはですね、こうちょこちょこちょこっとちょっと年上のお兄ちゃんお姉ちゃんとかについていくように設計されてます。これ脳の設計なんですよね。ところがですね、同世代だと子供はですね、コミュニケーションにちょっと迷うわけですね。物の取り合いがあったりとかすると、手も足も出てきたりとかするでしょう。そういうことがありますので、目的は勉強を教えるところなんだよっていうのをですね、はっきりした方がいいですね。友達は作らない。友達は勝手にできるものなので、みんなと付き合えばいいって、みんな仲良くって先生はすごいおっしゃられるんですね。学校教育で現実大人になってみんなと仲良くしてますか？してないでしょ。結局自分と似た人間、似た者同士でこう交流してるわけでございますよね。学校でね、友達作るほどですね、トラブルが発生するんですよ。なので、そのトラブルに巻き込まれて先生や保護者がですね、疲弊していくわけですね。ということで、このような学校で100人友達作りましょうみたいな、この美しい物語を語るのをやめてですね、あくまで勉強の場だということを教職員と生徒と保護者にですね、周知した方がよろしいかと思いますね。まとめなんですけれども、学校を目的以外に使わない、これがですね、疲弊する教職員を救う道だと私は思っております。ということでですね、うちの保育士たちもですね、疲弊しないようにですね、我々も頑張っていかないといけないなと思ってる次第でございます。鳥取の教職員さんの皆さん、頑張ってね。以上です。鳥取研究所でした。